戦力外縛りやっていきましょうか。去年まあ4位になることができて、外国人が外国人は1、2、3、4日と、海外帰国選手が4日で帰ってくるんで、5日で帰ってくるんで、まあ結構外国人頼みのところもあるんですが、オーダーでいけばね、すごい2人が今並んでいるんで、ローズ、レオン、リー、この2人が、あとはセカンドだよな。高松が今全盛期なんで、細川あたりが出てきてくれれば非常にありがたいんですが、でも長打がないからね、結局やっぱ長打を割るやつを積極的に使いたい。 1-0、 こういう締まった試合もできます。で、中田ウォーターズ、中田ウォーターズの若手2人、彼らも育てつつと、まあ、クライマックスって金がね非常に今カツカツなんで、ちょっと勝たないとやばいです。シーズン終了まで行きました。3.5ゲーム差の2、惜しかったね。でもね、なんか終盤優勝は結構早めに決まって、優勝が決まってからゲーム差が縮まった感じなんで、中日が途中で手を抜いた可能性もあります。73勝65敗、勝率は5割2分クリンと、まあ、5割5分5厘で優勝だから、大結構接戦だよね。23ゲーム、16ゲームしか続いてないんで、結構接戦ですね。先発陣が最悪、そして防御率が最悪、救援陣は良かったと。救援陣はいいんだけどね、防御率がね最低ですね。ただ打線は4位。おお、でもよく勝てたねこれ。逆にこの打線でよく勝てましたね。打線もそんなに良くないし、ピッチャー陣は最悪と、まあ、中継ぎのおかげだろうねおそらく。これ接戦の試合を落とさなかったんでしょうね。延長では10勝1敗だもんね、圧倒的。1点差がやっぱり6割1分、1点差に強いね。先発がやっぱ、それはまあ中継ぎのおかげだろうね、この延長に強かったのと、まあ、1点差で勝ったっていうのは圧倒的な担ぎのおかげで勝てましたと。ということはチーム力的にはそんなに良くないんだ。やっぱ先発だよな、まあ、戦力外になるような選手で先発できるやつなんてなかなかいないんよ。だから戦力外になるんだよ。中継ぎはね、1イニングだったら抑えれるやつもいるかもしれないけど、いくくない？ 1.38、1.53、1.55、0.91、91イニング、69登板91イニング、えぐ。久保田みたいな使われ方してます。川原、山岡52セーブだって。絶対 FA するよな山岡は。先発だな、先発がいねえ。そしてローズ2割9分1厘37本99だ。レオン・リーがね2割4分27本と微妙ですね。ただ OPS は8あると。で笹川が746、コリア終盤に1軍上げたんですが打ちました。もっと最初から使えばよかった。外国人枠の関係でウィリアムス1軍でレオンとローズを上げてるんで、あと1枠をコリアとロドリゲスで争ってるんだけど、ロドリゲスがそこそこ打ってたんで、ちょっとコリアを使わなかったんですが、コリアでもよかったかもしれないね。で今年青野が頑張ってくれた。青野坂口2人ノリノリから1軍定着して頑張ってくれました。あとまあ中田もぼちぼち打ってるね。うん、まあ、野手はいい感じになってきてる。問題は先発投手。ただ先発投手はもうどうしようもないからね、もう中継ぎぶっぱで行くしかないんよな。お、川原が中継ぎでゴールベストナイン。え、中継ぎベストナインって誰以来いるのかな。中継ぎでベスト投手ベストナインって今まで浅尾がゴールデングラブがなんか初とかだったよね。えぐいよな。でもタイトル取ってないんよ。最初中継ぎ取ってるわけでもなく、なんか知らんけどベストナインです。どういうあれなんだろう、なんでベストナインだったんだろうね川原。しかも川原より伊藤の方がイニング投げてるんだけどな。何がなんでか分からんけど、これ多分山岡さすがに FA するでしょ。笹川が FA か。せっかく育てたのにギータ2世として戦力外拾ってね。
かく育てたのにまさか笹川が。山岡とかだったらしょうがないけど、まあ元った時からもうベテランだったんで、いや9億4千7億2億7千ウィリアム下がっていいのかな。31歳であれか、あと5年かってなるともういいかな。ローズはあと1年でしょ。川原あと2年2億、ベスト9だしね。あ、10勝してるってとこも評価されてんのかな。10勝4敗だ。イクミな、今年は活躍できず。ロドリゲスあと1年で FA です。坂口あと2年で FA。 中田あと3年、あと6年、27歳。中盤正捕手になってたよね。奥津ノリノリになってそっから正捕手になった。トーマツ東洋だ、対左要員、完全に対左要員ですね。高橋、中川な、中川ぼちぼち頑張ったか。島本、この辺は完全に特能要員だな。糸原は選球眼をいろんな選手に教えてくれるいい人。この辺は特殊能力で頑張ってくださいと。松本、正直微妙。石森は伸び B 要因で、林も微妙ですね。まだ成長期でもいいかな。伊藤、さあ420万でいきましょうか。91イニング投げて420万と、かわいそう。9勝0敗なんだ。中継ぎがすごい勝ってるね、勝ち星。牧野はいるのか。愛媛は伸びないね。柿沼が引退。川原も微妙だな。超早熟全盛期。吉野は頑張ってるよな。高松衰退期、まだもう1年だけ様子見るか。35歳、特殊能力いっぱいありますと。普通全盛期、普通全盛期。山岡は52セーブしても420万と。さあ、お金どれくらい余った？まあ、全盛期の選手はクビにしていきますよと。そして新しい選手を取りましょうと。まあ、10人ぐらい今年取ってもいいんじゃないの。あとはお金の兼ね合いで。で、外国人枠がパンパンなんでね、もういい外国人来ても取れないよ。まあ、先発、ワンチャン取るとしたら先発取るか。ウィリアムスを放出して。今現状、約6億。あ、そんなにないな。機材とかも買いたいしね。お、古田だ。古田が DeNA に入った。うわセリーグに来たか。強いからね。古田ってキャッチャー B だっけ？球界の頭脳ってもうなくなったんだっけ？金徳の。田口。結構いい場面で投げてるね。37歳か。もう辰巳メジャー35歳でメジャー行く。なんか言ってたね。最後の無謀だと思われてもああだこうだみたいな。さあ、うちの宮城だ。宮城じゃない。うちの笹川は、ああ、さすがにか。これどこもないとかないのかな。たまにはいてほしいよな。セリフ戦力外。A ランク。ってことは、人的保障がもらえる。人的保障って戦力外なんですか？西武に行った。まあ、人的保障を戦力外として見るかという意見はありますが、おそらく戦力外じゃないでしょうね。
人的保障は戦力外じゃないから取れないんだけど、取れるんであればどういう選手を、うわーすごいパワーのキャッチャー。いやこれ魔改造できるよ、ミート鍛えて。27歳まだ若いでしょ。うわ、いい先発もいるし、いい中継ぎもいる。あー、なんでこんなパワー系の、なんでこんなパワー系が揃って、パワー系キャッチャーが揃って。うわー、いいね。若いし。うわ、欲しいなー、ここが。レギュラーじゃないの、こいつ。41人もしてる。あ、プロテクトされてるか、さすがに。渡辺。金しかもらえないんですがね、縛りで。さあうちのチャンスが来ました。コントロールが悪すぎる。まあ伸びんじゃないの、19歳やったら。でも3球しないしね。ただ彼はいいんじゃない、彼はちょっと取ってみる価値はあるかもしれない。もういい特能がある。外国人はもう正直取れない。こういう選手でも三振持ちな。若いからね、取ってもよかったかもしれない。一応特殊能力もあるかもしれないから見とくか。特に若手は。おお、三球種持ち、26歳。中継ぎであったら使えそう。外国人見たら取りたくなるからね。あ、内藤鳳だ。取ってみるか、内藤鳳。改造できる可能性もあると。エドワード。あ、リューク。石田。あー、すごい、なんかすごいね。いいんじゃないの、これって。悪くない。ゲン。30か。この辺からはもう即戦力よ。おしゃ、上田キュート。うわー、キャッチャー1人補充しとく。31。まあでもいるっちゃいるか。桜井。特殊能力がないからね。結局特能があれば抑えれるけど、特能がないと抑えれない。悪くないかもしれない。コマゴ。中継ぎもうちょっと取ってもいいのかな。おカード目。でも7点台なんだよな、前年。それなら桜行ってみっか。62人。まあピッチャーを中心に取りましたね、今年は。でちょっと去年金を使いすぎたんで、今年は、去年ってか一昨年かな、レオン・リー取ってローズ、レオン・リー・ローズで金を非常に使っているんで、最近ちょっとあまりお金を使えてなかったんですが、ここでちょっと機材買いましょうか。ここ数年機材があまり買えてなかった。さあ1億6000万残し。お、平戸のコントロールが2上がった。いいね。めっちゃ衰えてない？コントロール G9 一桁からのし上がっていこうぜ。お前はストライクが入らないからクビだと言われた平戸くん。うちに来て大覚醒を遂げてエースになってくれることを祈って今日は終わりましょう。バイバイ、さようなら。